セリア先生のワクワクマジカル教室始まるよ。指名手配でリオという名前が使えなくなってしまったので、前世の名前ハルトを偽名として使っているリオだけど、セリア先生的にはやっぱりリオはリオなのなんて考えていたら、いつの間にかリオに妹ができていたわ。どうしてなのリオ。第4話でリオは旅の途中、前世で聞きなじみのある食べ物に出会うわ。興味を持ったリオはその食べ物を開発したというリーゼロッテさんに接触することに。はい、ここ大事な伏線なのでちゃんと覚えておいてくださいね。そしてアマンドを出発したリオの元には獣人の暗殺者が。しかもリオと同じく転生してきた女の子だったの。リオに助けられた暗殺者ラティーファは、誰も頼れる人がいないのでリオに懐いちゃって。はーい、出ました、リオの無自覚ハーレム発動です。ここから加速度的に女の子が増えてくるから、みんなも要チェックよ。